こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はちびまる子ちゃんにちびしかくちゃんというパロディ作品があることを知っているか？ちびまる子ちゃんのパロディ作品でちびしかくちゃん。冗談みたいな題名だね。作品のファンの人が創作した同人誌的なパロディ作品なの？いやいや、それがちびまる子ちゃんの原作者である、桜ももこ先生が制作しているれっきとした公式のパロディ作品なんだよ。桜先生が制作した作品なの？じゃあパロディというかオリジナルというか、ややこしい位置づけの作品だね。まあ、そうなるな。しかもちびしかくちゃんはちびまる子ちゃんとは違い、闇が深いブラックユーモア作品なんだぜ。今回はちびまる子ちゃんの公式パロディ作品ちびしかくちゃんの深い闇について解説していきたいと思う。深い闇、どんな闇なのか気になるね。桜先生が描いている作品ならかなり期待ができそうな作品だな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。そもそもちびしかくちゃんとはどんな作品なのか。まずはちびしかくちゃんの漫画の表紙を紹介するぜ。わぁ、ちびまる子ちゃんとそっくりな絵だね。ちびまる子ちゃんの一巻も表紙はこんな絵柄じゃなかったっけ？ああ、その通り。ちびまる子ちゃんの表紙までもちびしかくちゃんはパロっているんだぜ。でも、なんかまるちゃんのような子が四角い顔だし遠慮がちで暗い印象。雰囲気が少し違うよね。うん、この2作品の雰囲気の違いは表紙だけでも伝わってくるよな。さっきちびしかくちゃんは公式のセルフパロディ作品だと紹介したよな。うん、ちびまる子ちゃんの原作者である桜ももこ先生が制作した作品なんでしょ？ああ、ただほのぼの要素の強いちびまる子ちゃんとは打って変わって、ちびしかくちゃんはダークな要素が強い作品。ちびしかくちゃんに登場してくるメンバーは、ちびまる子ちゃんに登場してくるメンバーと似ているが非なるもの。キャラのモデルははっきりとわかるものの性格や顔つきが全く違うんだよ。へえ、すごく興味があるな。誰がどんなキャラとなって登場していてどんな闇を抱えた作品なんだろ。気になるところだよな。それじゃあ次にちびしかくちゃんの登場キャラや作品の闇について解説していくぜ。霊夢はちびまる子ちゃんの主人公であるまる子ってどんな人物だと言えると思う？まるちゃんは怠け者でだらしないところがある反面優しくて人情味のある性格をしているよね。楽天家で明るいまるちゃんは家族内でも学校のクラスでもムードメーカー的な存在でみんなに好かれているんじゃないかな。うんうん、まる子に対してはそういうイメージを持つ人が多いと思う。まる子はダメなところもあるけど良いところはそれ以上にあるし、一緒にいると楽しい気持ちになるそんな存在だよな。かたやちびしかくちゃんの主人公はどんな人物なんだろうか。ちびしかくちゃんの主人公の名前はザクロシカコ。みんなからはそのままシカコちゃん、シカちゃんと呼ばれている様子。桜ももこに対してザクロシカコ、似ているようなそうでもないような。ちびしかくちゃんは第1話の扉絵から闇深い。初っ端から顔に縦線が入って白目。どうしたっていうのかしら。添えられたセリフにはとってもドジでいつも怒られるかみんなの笑いものだよとなっている。セリフの通りの人柄であればシカコとマルコの人柄はとても似ているように感じるけど、シカコの表情がなんとも憂いを感じるんだよな。シカコちゃんもマルちゃんもドジでいつも怒られていて笑われるのは一緒なんだろうけど、きっと種類が違うんだろうなと感じるイラストだよね。この表紙一つでここまで読者に異変を感じさせられる、桜先生ってやっぱりすごいと感じるよな。そして我々が感じた通りシカコちゃんはマルコとは似ているけど全然違う。シカコちゃんの人柄は、自分に自信がない。すぐに泣きべそを書く。他人からの目を気にしていて反撃できない。人から馬鹿にされやすく暴言を吐かれがち。というもの。本当にまるちゃんとはだいぶ違う性格をしているね。そうなんだよ。そしてシカコはちびまる子ちゃんを毎週見ていて、自由でのびのびとしているまる子に憧れを抱いているという設定。なんかよく知らないキャラなのに少し情報を聞いただけでもシカコちゃんがかわいそうになってきたよ。だよな。だが、シカコを気の毒がるのはまだ早い。シカコがかわいそうなのはまだまだここからなんだぜ。優しい人たちが溢れるちびまる子ちゃんとは違い、ちびしかくちゃんの登場人物はこれでもかというくらいダークなキャラばかりが登場する作品。シカコちゃんをフォローしてくれたり優しく接してくれる存在はいないってこと？ほぼいないと言えると思う。まずちびまる子ちゃんでまる子のフォローをしてくれる心優しい親友のたまちゃん。そのたまちゃんをモデルにしているのがちびしかくちゃんに登場するだまちゃん。服装や髪型こそたまちゃんにそっくりだが、顔立ちは鼻が座っていて頬はぐるぐる巻き、常に人をバカにしているような表情で、あのたまちゃんをモデルにしたとは到底感じられないキャラになっているんだぜ。ほんと、
ブー太郎を意地悪にしたような顔立ちをしているね。性格もよろしくないのかな？ああ、その直感通り性格もタマちゃんとは全く違う。タマちゃんの人柄は、友達にも全く思いやりがない。毒舌で自分勝手。他人にしょっちゅう罵声を浴びせかける。ぶしつけで無神経。というもの。ダマちゃんはタマちゃんがモデルなんだから作中でもダマちゃんとシカコちゃんは、マルちゃんとタマちゃんみたいに親友のように常に一緒にいる設定なんだよね。うん、そうだぜ。なんでダマちゃんみたいな最悪な性格の人とシカコちゃんは常に一緒にいるのかな？シカコちゃんとダマちゃんが親友のように一緒にいる理由の一つとしては、シカコはマルコと違って引っ込み思案である上に人から好かれる性格でもない様子から、仲良くしてくれる人がダマちゃんしかいなかったからなんじゃないかと感じる。仲良くしてくれる人であればどんな人物でもありがたくくっついているんじゃないかな。まあ、気持ちはわからないでもないけど、ダマちゃんほどひどい性格の人じゃなくても誰か他に仲良くなってくれる人がいるんじゃないかな。どうせシカコちゃんはダマちゃんにひどい目に遭わされているんじゃないの？ご名答。シカコちゃんはダマちゃんに日常的にひどい暴言を浴びせられていたり、理不尽な目に遭わされている。ただ霊夢が言うようにダマちゃんじゃなくてももう少しマシな人を友人に、というマシな人物はこの作品には登場しないんだよ。一人も？みんなダマちゃんみたいな人柄ってこと？ああ、少しの違いこそあれ基本的に闇が深い人物ばかりで、善人なんて一人も登場しない作品なんだよ。例えばクラスメイトで言えば、丸尾くんがモデルとなっているゲルオくん。顔もしもぐくれとなっていて特徴的ながらしかこのことを顔が四角いというだけで、ろくでもないと言い放つとんでもない人物として描かれている。ブー太郎は豚だ豚、浜地は原地、藤木は藤水としてそれぞれダークになり登場している。しかこの家族だってお母さんは人の言い分など聞かずに一方的に怒るし、お父さんはしかこの少しの失敗でも劣化のごとく怒って夕飯抜きを言い渡す始末。このようなひどい人たちに囲まれていて、シカコは学校でも家庭でも居場所がないような状態になっているんだぜ。そんな辛い状態の中で気が弱くて何にもできないシカコちゃんは生きているんだね。泣ける。だよな、シカコは自身のどうしようもない性格だけでなく、環境にも恵まれないかわいそうな子なんだよ。でも、これだけ聞くと気の毒な泣ける話に感じてしまうが、桜先生が悲惨でかわいそうなだけの内容の話を書くわけがない。絶妙な作品構成だったりストーリー性や的確なツッコミにより桜節が炸裂。ちびしかくちゃんはなんとも癖になる、ブラックユーモア作品となっているから安心してくれ。こんな切ない世界で笑える部分なんてあるのかな？それがじわりとくる内容なんだよ。例えば、ダマちゃんとの待ち合わせ20分遅刻したシカコが、ダマちゃんにインスタントラーメンイカだと罵られる話。最初に読んだ時は、え？たかが10分遅れただけでこの怒りを打って。と思うんだけど、インスタントラーメン。ラーメンは3分でできるから10分待たせるシカコよりダマちゃんを早く満足させられるってこと？と考えさせられる上に少しずつじわる話で桜先生のワードセンスに笑わされてしまう。確かに、なかなか小3の女の子があんたはインスタントラーメンイカだ、っていう罵倒はしないよね。多分日本中の小3の中でそんなワードが思い浮かぶのはダマちゃんだけだわ。ダマちゃんの怒りようを見て何も言えずに呆然とするシカコちゃんの気持ちも、すごく理解できてまたクスッとくる。そりゃそうだわ。10分の遅刻でインスタントラーメンイカの称号を与えられたら呆然ともするよ。また、シカコちゃんが家庭で自分の名字について話すという回では、名字であるザクロの意味を知らないシカコちゃんにお姉ちゃんは軽蔑の眼差し、お母さんに至ってはザクロを知らなくてよく今までザクロを名乗っていたね、と憤慨。知らなきゃ恥なくらい有名な意味なのかと問うシカコちゃんに、おばあちゃんはフォローというよりもちょっぴり恥かもねなんてチクリと毒を加える。あのちびまる子ちゃんで優しいおばあちゃんでさえ、ちびシカコちゃんではダークなキャラになっているんだね。まあちびシカコちゃんの中でも比較的おじいちゃんとおばあちゃんはライトダークキャラで、シカコちゃんをたまにフォローしたりもしてくれるから、作品唯一の癒し的存在ではあるかもしれない。そんな癒しキャラからでさえもチクリとくるお言葉、やばい世界観だね。この回では、ザクロを知らないだけで責め立てられるシカコ。会話するシカコの家族やシカコの表情が独特で豊か。というところがクスッと笑えるポイントかと思う。不思議とシカコが家族から罵倒されているものの、家族の面白い表情やおじいちゃんおばあちゃんの、フォローと言えるか言えないかの絶妙な言葉選びが笑いをプラスするとともに、読者をひどく嫌な気持ちにさせない救いを書いていて、絶妙なブラックユーモアを表現している回だと感じるぜ。そうだね、言葉を聞くだけでは気分が悪くなるような話でも、ちびしかくちゃんを実際に読んでみると絵柄や雰囲気で、面白くてセンスのあふれる作品に感じられるんだろうな。
ちびまる子ちゃんよりもだいぶシュールな内容のちびしかくちゃんだけど、作品の最後はどうなると思う？今まで解説を聞いてきた流れで言うとしかこちゃんが救われるような内容では、終わらなそうな気がするよね。ハッピーエンドではなさそう。流れ上そう感じるのは当たり前だよな。ただ実はちびしかくちゃんには最終回というものが存在しないんだぜ。それはこのちびしかくちゃんという作品が桜先生の遺作となってしまったからなんだ。桜先生が亡くなる直前まで制作していた作品がこのちびしかくちゃんだったってこと？そうなんだよ。桜先生は2018年8月15日に乳がんで53歳という若さで亡くなっている。ちびしかくちゃんは2016年から2018年まで連載されていた作品で、桜先生が闘病中に救済を挟みながらも制作していた作品だと言われているんだ。連載は亡くなる2ヶ月前の6月号まで掲載。その回がちびしかくちゃんの実質の最終回となってしまったんだ。桜先生は亡くなる直前まで漫画家として作品を制作することに生きがいを感じていたんだね。根っからの漫画家なんだな。漫画を描くことを仕事としていて辛いことも多かったと思うけど、桜先生は心底漫画を描くことが好きな人なんだろうな。そんなちびしかくちゃんの最後となってしまった話は、当然最終回という位置づけではないから最終回的な内容ではなくいつも通りの話。四角屋に行きたかったダマちゃんという回だぜ。ダマちゃんが四角屋に行きたかったのに行けなくて切れるみたいな。まさにその通り、題名だけである程度予想はできるよな。前日四角屋に行ったシカ子が自分を誘わなかったことに対するご立腹な様子のダマちゃん。四角屋なんてつまらないものばっかりだしというシカ子に、つまらないものばっかりなんてあんたが決めるんじゃないよ、と一蹴するダマちゃん。ひえー。つまらないかつまらなくないかは自分で決める、お前が勝手に決めるなってことだね。ああ、とにかく自分を誘わなかったことにムカついたんだろうな。理不尽。一人で勝手に行けばいいのに。だよな、勝手に行けよ。って思うけどそう言わないシカ子ちゃんにも問題があるし、自分の意見を他人に押し付けて怒り狂うダマちゃんにはかなり引く。だけどだんだん引いた感情を通り越して笑えてくるから不思議な作品なんだよな。確かに、毎日重箱の隅をつつくようにして怒り狂っている、ダマちゃんのパワーには感心するし凄すぎて笑えてくるよね。それにダマちゃんの心の闇が少し心配になっちゃう。生まれ持った性格の悪さなのか何か事情があって後天的に性格が破綻したのか、正解はわからないが、成長後のダマちゃんの生活が心配になるくらいだよな。うん、ほんとそうだね。でもこの回がちびしかくちゃんの最後ということは、なんとも後味が悪い最終回となったってことだね。そうなんだよ。ちびしかくちゃんらしいといえばらしい、何の解決もない究極のブラックユーモアな話で終わってしまったってことだな。そもそもの疑問として、なんで桜先生はちびしかくちゃんを制作しようと思ったんだろう。桜先生といえばほのぼのとした世界観の中に笑いをプラスした作品が多いよね。ちびまる子ちゃんもだけどこじこじとかもそういう作品だよね。そうだな、桜先生はちびまる子ちゃんでデビューしてから亡くなるまで、ロングヒットを飛ばし続けていたから、大ヒットしたちびまる子ちゃんやこじこじのイメージが強い。特に桜先生の描く可愛らしい絵からは優しい雰囲気をものすごく感じ取れると思う。でもそれは桜先生の描く世界の一部なんだよ。私はまだまだ桜先生のことを知らないということなんだね。ああ、例えば桜先生の作品でちびまる子ちゃんのスピンオフとなる長沢くんという作品がある。この長沢くんは長沢くんが高校生に成長した時の生活を描く、ブラックユーモア作品でありちびまる子ちゃんに登場する人物も多い。長沢くんと城ヶ崎さんの恋模様や思春期特有の長沢くんや友達の闇を描いている作品で、ちびしかくちゃんと引けを取らないくらいダークな作風となっている長沢くん。桜先生のファン層に今までいなかった、ブラックユーモア好きのファン層を増やした作品とも言えると思う。長沢くんが主役のブラックユーモア作品、なんか興味が湧く話だな。この作品の内容を聞いてもわかる通り桜先生はほのぼのした話だけでなく、ピリッと辛いダークユーモア作品も書きたかったんじゃないかと感じる。そんな願望がちびしかくちゃんにも現れたということだね。そういうことだ。長沢くんは1995年で連載が終わってしまっているから、また長沢くんのような作品を書きたい欲が出てきたのかもしれないよな。そして桜先生は漫画作品だけでなくエッセイも発売しているよな。桃の缶詰とか猿の腰掛けとか？ああ、特に桃の缶詰は大ヒットしたから知っている人も多いんじゃないかな。
そのエッセイを読んだ人ならわかると思うが、子供向けに描いたちびまる子ちゃんのテイストを盛り込みながらも大人向けに執筆した、エッセイらしく、辛口であったり斬新さを取り入れていて絶妙に笑える作品となっていて、ここでもブラックユーモアの才能も開花させているように感じるぜ。確かに、私も桃の缶詰を読んだけど、大人でしか理解できないような内容や笑いもあったりして、子供向けのちびまる子ちゃんより一歩進んだ笑いのように感じたな。だよな。もちろん桜先生はちびまる子ちゃんという作品を一番愛していると思う。でもたまにはちびまる子ちゃんのファンとは違う層の人たちにも、笑いを届けたい、一風変わった笑いも表現したい、という気持ちからちびしかくちゃんが誕生したんじゃないかと感じるぜ。なるほどね、なんか納得だな。桜先生は人生をかけて笑いや作品の向上を追求し続けていたってことでしょ？その気持ちがファンに届いていろんな層のファンが増えていったし、いつまでもファンの心の中に唯一無二の存在として桜先生が生き続けていることになったんだね。その桜先生の作品の追求の一端にちびしかくちゃんという作品も挙げられるということだね。だな。そう思うとちびしかくちゃんって深い作品だよな。ということで今回はちびしかくちゃんの深い闇について解説してみたぜ。ちびまる子ちゃんの設定がブラックになるとこんなにも違う作品になるんだね。でも世界観がちびまる子ちゃんがベースだからブラックユーモア苦手でも楽しめるかもね。ああ、今までブラックユーモア作品に触れてこなかった人も、この作品でハマれるかもしれないぜ。新しいジャンルの開拓だね、早速読んでみるよ。ってことで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。この解説が良かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。感想やリクエストを気軽にコメントしてくれると嬉しいぜ。それじゃあ次回までー。まったねー。